パネットジャパネット夢のジャパネット田中。はい、皆さん、ジャパネット田中のお時間です。私が社長の田中姫でございます。鈴木ひなです。はい、今回ご紹介する商品はこちら、あなたのスマホをカスタマイズ、姫ひなキーボード。姫ひなキーボード。はい、はい、こちらですね。大丈夫ですか社長。こちらですね、スマホアプリクリックをダウンロードしてテーマを設定するだけでお使いのキーボードに姫ひなが入っちゃうんですね。はぁ、すごいですね。これやばいですけど大丈夫ですか。あと使ってみましょう。使い方、使用例、気分を変えたいとき。はぁ、先輩との会話ちょっときつかな。あ、そうだ、キーボードを変えてみようか。よいしょ。お前今何してんの。お、お疲れ様っす。あの今キーボード変えて遊んでます。あの姫ひなが無限にこうあーって自己紹介していきますね。これやべっす、めっちゃ可愛いっす。わかる、奇遇だな。俺もさっき変えたんだわ。姫ひながめっちゃ追いかけっこしてるんだけど、マジ可愛い。なあ、これ悩み吹っ飛びますよね。意味わかんないけど可愛い。どうですか鈴木専務、ほっこりするとってもいいお話でしょう。そうですね。使用例に、遅刻しちゃうとき。姫遅いな。今どこっと。ひな何座だっけ。え、うさぎ座。あれ、なんだろう。うさぎ座のあなた、ごめんなさい、12位です。田中姫が遅刻しちゃうかも。でも大丈夫、ラッキーアイテムは全てを許す海のような広い心。それでは今日も行ってらっしゃい。誠にすみません。社長、今アスキーアート打つのがものすごく早かったんですけど、どうやったんでしょう。いい質問ですね。例えば嬉しいで検索するとこんな風にすぐ顔文字が出てくるんですね。なんと100万種類の顔文字から検索して今の気持ちに合ったものが使えるんです。それとこの姫ちゃんは友達思いでとってもいい子ですね。ね、鈴木専務。あ、はい。さらにキーボードカスタマイズ機能だけじゃなく AI 変換機能搭載、ズバリ文脈に合わせた型輸送変換ができるんです。おお、かわいいコラボに機能も充実してるとあっちゃねえ。これ、あ、でもお高いんでしょ。それがなんと驚きの無料でダウンロードできちゃうんです。すごい。今回はなんとこのアプリをあと2つつけまして。つきません。送料もこちらが負担いたします。送料かかりません。今すぐお電話をかけないでください。概要欄に URL が貼ってあるのでチェックしてくださいね。それではごきげんよう。タイラック、タナカとスズキを通る。